たた屋屋根根仕上げでである瓦で屋根をいたもの2020年、伝統建築交渉の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術が、ユネスコ無形文化遺産に登録され、この中に、屋根瓦武器が含まれている。飛鳥時代に、中国、朝鮮半島より、寺院建築の技術とともに、日本列島に伝来した。 陶器製の本瓦を用いた本瓦武きが主流であった。日和田吹き、かや吹き屋根などに比べ耐水性、耐火性に優れるため、梅雨があり、台風の多い日本に適していた。現存する最古の木造建築である、法隆寺も瓦武きである。一方でより古い建築様式を残している。日和田吹きの伊勢神宮の場合は、20年に一度、建築物を作り直している。 とはいえ、建築物の耐久性については、屋根よりも、むしろ、柱の建て方によるところが大きい。また、瓦の重量を支えるための建物の構造も、要求される。地震の多い日本では、その意味において導入が困難であった。実際に、東大時代仏殿のように、瓦の重量が、建物の負担となり、近現代に改修された例もある。よって、 日本の建築技術の導入としては、礎石を用いる建築法が優先され、瓦葺きの普及は、父としたものであった。天皇や貴族の邸宅も、後世まで平田吹きが中心であった。戦国時代後期より城に用いられ、はじめ、安土桃山時代以降に、大名屋敷など、武士の邸宅に徐々に普及し始める。また防火を重要視する土蔵に使われ始めた。 民家に導入されたのは、江戸時代中期以降であるが、江戸時代後期になると倹約令の対象とされた。寺社や仏閣、城閣の屋根に使用するのが本、瓦吹き工法である。丸瓦と平瓦を使いながら吹く。平瓦だけでは、長年で継ぎ目から雨が入るので、継ぎ目の上から丸瓦を被せる。一般的な家屋の瓦よりも、かなり大きい。 土吹き工法という、練った土を基礎となる、のじ板の上に置き、それを土台に、瓦の角度や瓦同士の隙間を調整しつつ吹く、技法で吹く。一般の住宅などでは、引き掛け三瓦が、標準的な瓦吹きである。耐久、耐火、耐熱性を持ち、瓦一つ一つが容易に取り外しが可能なため、一枚が、割れても取り替えが可能で修理がしやすいが、 強風や揺れなどに弱い。植物性の屋根材より重いため、屋根が重くなりやすい。現在では、防災性に優れたガイドライン工法の採用が増加している。引掛山瓦は、明治初期に考案されたもので、元となった山瓦の裏に、三儀に引き掛けるための突起がつき、瓦がずれるのを防ぐ役割を持つ。元々の山瓦は、坊主山などとも呼ばれている。 のじ板の上に、アスファルトルーフィングなどの防水材を貼り、広小いの上に瓦座、そこからほぼ等間隔に細い小材を瓦のサイズに合わせて平行に打ち付け、その上に瓦を吹いていく。のきやけらうの瓦には、それぞれ2枚通り以上1枚ごとに銅線か、道区切でのじ板に固定する必要がある。胸には胸着に打ち付けた銅線を引っ張り出しておき、下から、のしかわら、 ガンブリ瓦を順に乗せていき、あらかじめ出しておいた銅線で固定する。のしとひら瓦が接する部分は、防水のため、綿湖瓦や、漆喰などで塞ぐ必要がある。洋変瓦の混ぜ拭き思考風景。一枚一枚、色彩が異なるので、配色を考えて思考する必要がある。ありがとうございます。